北村茂は日本の警察官僚。2011年12月から2019年9月まで内閣情報官。2019年9月より国家安全保障局長内閣特別顧問。東京都出身。私立改正高校東京大学法学部を経て1980年4月警察庁に入庁。警察庁入庁の同期に 第26代警察庁長官の坂口正義、第92代警視総監の高橋清隆がいる。突起がない役職は、警察庁の役職。1983年6月、フランス国立行政学院に、留学1985年6月埼玉県、警察本部捜査2課長1989年3月警視庁。 本富士警察署長1990年4月、山梨県警察本部警務部長1992年2月、在フランス大使館一等書記館1995年3月、警察庁警備局外事受理時間1996年4月、警察庁警備局警備企画理時間1997年7月、官房総務課企画官、中央省庁等改革、警察改革を、 担当2000年8月交通局交通規制課長、LED 信号機の導入をはじめとする、交通安全施設整備事業に携わった2002年8月、徳島県警察本部長2004年4月、警備局警備課長2004年8月警備局外事、情報部外事課長、第3回日朝実務者協議など、北朝鮮による、 日本人拉致問題に取り組んだ2006年9月内閣総理大臣秘書官2007年9月刑事局刑事企画課長、取り調べの適正化及び可視化に取り組んだ2009年4月、兵庫県警察本部長2010年4月、警備局外事情報部長2011年10月、警察庁長官官房総括審議官2011年12月に、 民主党政権の野田内閣で内閣情報官に起用された。2012年12月の政権交代により自民党政権の第2次安倍内閣が成立したが北村は内閣情報官に引き続き起用された。第3次安倍内閣第4次安倍内閣でも留任した。安倍政権下では内閣の情報機能の強化、 特定秘密の保護に関する法律の法案策定、国家安全保障会議の立ち上げなどに携わった。2019年9月国家安全保障局長に就任。同月内閣特別顧問に就任。2020年4月国家安全保障局に経済に関する課題を専門的に扱う経済班を新設し主導。2021年1月。 アメリカ合衆国国防総省から国家公務員厚労勲章を受賞警察庁警備局外事課理事官、外事課長、外事情報部長と外事畑を歩み、野田内閣で内閣情報官。続く第二次安倍内閣でも内閣情報官を留任し、2019年に国家安全保障局長に就任するまで一貫して、その職にあった情報。 インテリジェンスのプロフェッショナルである。国際テロ情報収集ユニットの設立では北村が主導権を握ったとされている。長くその任にあった内閣情報官のカウンターパートがアメリカの CIA、モサド、SVR などの長官であり、北村は日本の CIA 長官と目されている。二0二0年一月、アメリカのトランプ大統領と会談。その直後、 ロシアのプーチン大統領とも会談した。両国のトップが外国の政府高官に時間を割くのは異例とされており国家安全保障局長として外交・安全保障の分野で北村は強い存在感を放っている。ありがとうございます。